岩谷産業株式会社は本社を大阪府大阪市中央区に置く産業、家庭用ガス専門商社であり、LPG 分野で日本の市場占有率1位の総合エネルギー、企業である燃焼機器、調理器具、健康食品などの販売事業も行っている。創業者の岩谷直司が神戸で運送会社勤務を経て1930年にカーバイド、酸素、 溶接棒の製造、販売を行う岩谷直司商店を大阪に開く。戦後間もなく開祖し、1953年には日本で初めてとなる家庭用 LPG を丸いプロパンという名で販売を開始、本格的なエネルギー供給に乗り出す。1969年には供給ホースのいらない家庭用ガスコンロ、カセット風を販売。 岩谷の代表商品に育て上げるとともに、エネルギー総合商社としての地位を確立させる。LPG として知られる、丸いガス、工業用各種ガス、カセット風、ミネラルウォーター宅配事業、アットスライス、ミルサー、健康食品、アララクリーン、フィスラー社の調理器具、プリムス社のアウトドア用品の輸入販売、ペット樹脂、ミネラルサンド、半導体関連機器。 木材製品、金属加工など、生活関連からエネルギー分野、エレクトロニクス分野などの多角事業を展開している。エネルギー面では、古くから水素を取り扱っており、太陽光発電や DME などの新エネルギーシステムにも取り組んでいる。水素の国内トップメーカーで、国内シェアは約4割を占めている。国産宇宙ロケットへの液体水素供給や、 大規模な水素製造プラントの立ち上げ、燃料電池車の分野でも、トヨタ自動車やホンダなどに、燃料電池車の開発当初から、水素ステーションの供給をし、普及に向けた一端を担っている。また、水素を熟知した会社をコンセプトに、水素エネルギー普及の一端を担っており、日本や欧米各国でのビジネスに関わっている。サミズ会とその更新社長会である水曜会及び、 緑会の会員企業。1964年に行われた東京オリンピックの聖火台では同社の LPG が使用された。東京本社外観本社支社、支店誌会社岩谷記念財団を設立してエネルギー及び環境に関する優れた研究に対する女性自然科学分野における人材育成と国際交流への助成などを行っている。スポーツに関しては チームが好成績を上げていないため、一般への認知度は高くないが、1988年から2010年まで、社会人アメリカンフットボール西地区に部所属のクラブチーム、サイドワインダーズのスポンサーとなっていた。バブル景気崩壊以降の世造の中、企業スポーツにおいては、宣伝効果が見込めなければ、早々にスポンサー契約を打ち切る。 あるいは単なる名義が指定度の支援しか行わない企業の多い中、社会の景気動向に左右されず22年にわたりスポンサー契約を継続した企業チームを除き同じ X リーグ内でこのような長期にわたってクラブチームを支援している企業は他に朝日ビールが見受けられる程度であるまた岩谷産業のキャラバン隊が次世代の環境対応者として 注目を集める燃料電池自動車と水素自動車を使い、日本列島を南から北へ縦断しながら、各地の学校などにも立ち寄り、クリーンエネルギーについてわかりやすく解説し、地球温暖化への配慮の観点からの環境保全の大切さも訴える活動も行っている。2017年4月陸上競技部創設、初代監督は、広瀬英和。長年にわたり、 浜有好、同社のイメージキャラクターに起用しており、浜が主なご当地鍋料理とその地方に合わせた美味しさを表現する言葉を口にするカセットコンロの CM のほか、近年では海夫武氏が武士に噴したバナジウム天然水のテレビ CM が放送されている。なお、1997年から2000年にかけて同社ブランドで発売した。 短機能型電子レンジにおいて部品の欠陥による発煙、発火事故の恐れがあるとして2011年より同製品の無償点検を告知するお詫び CM が放映されている。ほか、ありがとうございます。